おいす、こんにちは、アムリです。今回は明日から始まるスーパーゴッドフェスを引くべきかどうかっていうお話を、しながら、ちょっと他の話も交えてやっていこうかなと思います。まずはですね、まあ皆さんご存知かもしれないですけど、9月9日のお昼12時から16日1週間ですね、ゴッドフェスが開催されます。最近ゴッドフェスやる期間長くなりましたね。なんでまあ石をその期間に集めやすくはなっているのかなという感じなんですけど、ラインナップとしてはこんな感じです。ちょっと新フェス源の性能紹介っていう動画も出してはいなかったはずなので、ちょっとここでね軽く触れていこうかなと。結構まあもう皆さん見た方も多いかなと思いますけど、今回4体ですね、星7、2の星6、2体のフェス源が追加されております。ラインナップ上はこんな感じになってて、まあちょっと皆さんが欲しそうだなっていうところを挙げると、ラビールがいますよと。で、アークベルザと、ゼルクレアがいますよって感じですね。この辺がやっぱり欲しいですね。あとは中にはメタトロン、木のメタトロンまだ持ってないよみたいな方からすると、今絶賛活躍中なので欲しいよとかはあるんじゃないかなとは思いますね。まあカミラも欲しい方は欲しいでしょうし、ヒカリンワルリンも武器がね強化されましたし、クバンシェもね結構キッパーでは活躍中です。まあここら辺はまんじゅう頑張って周回すれば手に入るっちゃ手に入るんですけど、とかとかですね、この辺りはいいかな。まあ勇者とかも強化されてますけどね。って感じで、最近強化されたキャラクターも多くて、新フェスゲンというキャラクターも、まあいつもだったらね1体とか、まあよくて2体、しかも最高レアリティフェスゲン星8とか、その辺りが追加されることが多かったんですけど、今回はまあ7、6ということでね、6も追加されているので、排出率まだ出てないですけど、まあ、いつもよりは狙いやすい、新キャラを引きやすかったりはする、ゴッドフェスになるので、いつもと比較すると、まあ、多少進めとはあるっていう感じですかね。ただ、例えば、じゃあ性能ここで見ていきましょうか。例えばですね、このスティードというキャラクターですね。シードというキャラクター、スキルがこんな感じで進化していきます。最終段階になると無効貫通属性吸収やります。HP の即時回復 40%。性能としては、まあ、ウルフデートナに合わせられているような性能になってますよといった感じ。リーダースキルも 81% 軽減で、ウルトラができないような軽減をやってくれるので、割合にこれで対応しやすくなって、いけるダンジョンの幅を広げてくれるっていう感じですね。なので、ウルトラにすごく欲しいです。ただまあ別にわざわざ今の環境でそんなウルトナ絶賛使わなくてもいいんじゃないみたいな感じなのはあるのでって感じですね。なのでウルトナ最強編成を組みたいんだったら、もちろんサブとか相方として欲しくはなります。武器はめっちゃ欲しいです。ちなみに本体はもちろん強いんだけど、まあ、どちらかというと武器が幅広くやばいとこで使えるっていうね。冬持って、2A 持って、スキル持って、チーム HP 持って、操作負荷、指プラ持って、で、76にして、吸収もこうやって、3ターンヘイスト、HP 全回復、しかも2ターン HP 全回復も意外とありがたいけど、っていう感じなんで、いや、この武器やばいっしょと。この武器ちょっとやりすぎてる感ありますね。火力にすごい特化してる。2A も今のところ 1.7 倍ですけど、今後のアップデートで 2.2 倍になるみたいなので、まあ、詳しくは多分大阪のガンホーツアーで、公式配信やるんじゃないかなと思うんですけど、あそこでですね、また日付とかアップデートの日が分かればいいんじゃないかなとは思いますね。まあ別にウルトラ以外でも使えるっちゃ使えるんでね。こいつは武器含めて、やっぱ当たり、結構当たりの部類かなって思います。これ欲しくなっちゃうよねって感じ。で、オルタスに関しては、どっちかっていうとロイの血に合わせられてる感じですね。超追撃あるので、編成によってはシールド破壊で便利ですよと。76リーダーでもありまして、毎回ね、この回復を作ってくれます。あと上限値上げます。なので、回復ドロップが供給しづらい編成に使えてくるような性能なので、まあ結構ちょいちょいいるじゃないですか。まあそれこそロイの血がいい例ですけどね。回復作らないんだけど、全パラ上げてますよと。回復力は比較的高く漏れますよっていうキャラクターとかに、こういう回復生成が便利なのかなっていう感じ。初手の6ターンヘイストもなかなかやってますけどね。っていうのはありますね。はい。6ターンヘイストとかがね、場合によってはこう、ランダムで雑に使われ、雑にっていうのはあれかな、ランダムで使われる可能性もあるからね、進化スキルだけの要因でね、その後は別にって感じかもしれないですけどね。まあ、その辺でも使えてくるかもしれないですね。回復が作りづらい編成に使いやすいので、まあ、使える場面では結構強いのかなっていう感じ。
あとはまあ例えばアクセラレーターみたいな編成とか、まあもちろんセルティで自動回復するんですけど、まあプラスアルファ回復分の生成したいよみたいな、回復も入れて自動回復を補っていくみたいな感じのにも使えますよねっていうのは思ったりしましたね。それで自動回復以上の回復力がもれるのかなと思ったりするし、第三属性も闇だしね、冬もってね、闇染めもできそうですし、自身のスキルでずらすだけでシールドを 20% 分は削れるんで、まあそこもいい点ですね。まあ使える編成は全然ありそうって感じはありますね。はい。武器に関してはスキブ2の 2way プラの闇付与、ドロキを守って3ターンチェーンなので、まず実質スキブ5としても使える。まあ別に武器はね、そんなかなって思いますね。冬とかそういうのではないんでね。で、オクトレイに関しましては、またこちらも6ターンヘイストですね。まあ、条件が揃えばかなり強いヘイストの進化スキルと。まあ、ウルトラに合わせられてるよと。3色と 2way で火力出す76リーダーで、冬はなしですね。聴覚が、そうか、聴覚のこと言ってないけど、まあ、スキブと暗闇回復エルジと、こっちはまあ暗闇回復エルジと、攻撃エルジもありますね。まあ、エルプラ持ってるのは結構ありがたいですね。アシスト無効解除に使えるんでね。で、最終的になると、HP 即時回復 30%、2ターン自分の攻撃が2倍と上限値上げて、無効貫通とダメージ吸収。まあ、こっちの方が結構いいなって感じですね。無効貫通とダメ吸を対策両方しながら、なおかつ L 字持ちでアシスト無効解除にも使えるっていうのがめちゃめちゃ便利。って感じですね。最近はもうなんか一人二役やるような感じのスキルが増えてきてますね。武器は珍しく火水光のコンボ強化っていうね、3種類の属性のコンボ強化を持ってますね。あの一個一個の火力の上がり方が強化されるみたいなので、まあ、より使いやすくはなるのかなって感じですが、現状まあ別にそこまでって感じはありますね。で、ビートロイヤー、これもまたいいスキルで、右側リラチェンの進化スキルですね。いや、こういうのね大事になってきますよと。しかも L 字持ってるんですよね。アシスト無効解除も可能ですよと。これめちゃめちゃいいよね。右側リダチェンあんまりまだいなくて、実写キャラだとファスカぐらい、ファスカ、トード、アオイ、あとはプフがいて、あとあいつだ、ワンピースコラボトラファルガーローとかいますね。まだなんかもう一体ぐらいいるような気がする。ああ、あいつがいるわ。ハンターハンターの団長がいるかとかいるけど、まあコラボが多いねって感じだね。実写キャラあんまいないっすよねっていう。で、まあ実写キャラで改めて登場してきたよと。L 持ってるからアシスト無効解除にも使えるし、まあロイの地76運用とかで使ってくださいねみたいな性能かなと思いますね。L プラお邪魔持ちと。で、その後の進化スキルが最終段階6ターンでグラビティ 30% で一旦76、80% 軽減で新万獣で強い。で、陣打ちますよって感じなので、まあ、今後でも使えてきそうですよねって感じ。ちゃんとリダチェンした後にスキルの内容が変わるのはめちゃめちゃいいところだと思いますね。場合によっては、ランク上げの周回編成とか、片側サレーネとか、あの辺の右側リダチェンとかにも起用されるかもしれない。武器もこれリダチェン武器なんですよね。カブトムシですね。3色持って、ま、新タイプ不要なんで、ジノの相方に誰でもなれるよセットみたいな。で、リダチェン。これはいいっすね。指も2秒あるし。はい。強化内容、ちょっとこの辺は見ないです。はい。スルーで。っていう新キャラが、まあ、4体追加されますよって感じになってますね。まあ、どれ引けても個人的にはいいかなって思う。特にまあ、スティードがやっぱり欲しい。武器として使いやすいので、スティードは誰にとってでも当たりかなと。まあ、あとはウルトラとかロイノチとか持ってるか否かでちょっと変わってくるとこはあったりするかもですけど、まあ、右側リダチェンのこいつも欲しいですよねとかは。ありますね。ただ別に今すぐ持っておく必要性はあんまりないかなとは思ってますね。今冬武器だとそれこそ織姫彦星武器とかの方が強いんじゃないかなって思うんですよね。ドロキョウ漏れてヘイストとかもまあ遅延とかもあるけど、まあこっちはこっちで操作とかあるんでね、耐性盛りはできるんですけどね。あっちはドロキョウ盛りで、あとまあ火ダメージ軽減、水ダメージ軽減あったりするんですけど、なんでまあでも肩を並べれるレベルぐらいの強さはあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。で、なので、まあ今のね、この新キャラの性能も踏まえてですけど、まあゴッドベースは基本的にはスルーでいいと思います。ただ、いつもよりはちょっとおすすめできやすい、しやすい感じですね。新フェス限だけが欲しいよって方には向かないと思うんですけども、他に例えばメタトロンが持ってないから欲しいとか、ラビリル持ってないよとか、ゼルクレアとか、あとはアークベルザーとかも、ちょっとあの確定購入も買ってないし、まあ、ワンチャン引けたらいいなみたいな。ちょっと対象が今日10体ぐらいいる方、もう
これ出たらいいなみたいな対象がさっきのピックアップの中に10体ぐらいいる方は、まあ、ちょっと回してみてもいいのかなみたいな感じですね。ただし石が余ってる場合に限りですね、モンハンコラボとどっちを引いた方がいいんですかっていう話もあるんですけど、まあ基本はモンハンコラボが優先になってくると思います。はい、モンハンコラボもある程度引き切った、ネロミエルももう十分確保できた、その上で石も余っているって方はまあちょっと触れてもいいですねっていうのはあるかなと思いますね。はい、まあ、基本的にゴッドフェスっていうのは普段こういう新フェス限追加のタイミングは回さないでほしいですね。うん、引くタイミングっていうのは年末年始スーパーゴッドフェスとか周年のゴッドフェスとかそういうちょっと大きいゴッドフェスの時がいいですね。ある程度持ってないキャラクターをもはや増やすって言ったらいいですかね。常にコンプしようみたいな感じでいくと金がいくらあっても足りないので、持ってないキャラをある程度増やしてそいつらが集結したタイミングで引くっていうのが一番いいなとは思いますね。うん、やっぱ欲しいキャラが出やすいんでね、未生じキャラクターが出る分には全部当たりなんでね。はい、って感じなんで、まあ皆さんのボックスの所持率にもよるとは思いますけども、基本的にはスルーでいいと思います。はい、って感じかなと思いますね。一応これね、魔法石がですね、月曜からログインスタンプで 毎日5個ずつ入って、合計10日で50個入って、しかも480円課金できるかだったらさらに50個手に入るので、まあどうしてもね石を使いたくなっちゃうと思うんですけど、まあちょっと我慢でいいかなとは思いますね。うん、で、さらにねちょっとプラスアルファの話を広げていくんですけど、モンハンコラボの先を見据えませんかっていうお話ですね。今まあモンハンコラボ来てますよ、で来週で終わりますよ、その次何が来るかっていうのも分かってないので、とりあえずまあ引くにしても期間が16なので、だからここの16のこの切り替わり何か来ると思うんですよ。モンハンも確かこれで終わるんじゃなかったっけ、ちょっと待ってね。あ、いやモンハンはあれか、日付が土曜金曜開催だったか、モンハンはだからもうちょっとある、あれか、いやモンハンも一緒だったわモンハンちょっと長いんだ期間、だから同じタイミングで終わるんだね、モンハンとゴッドフェスがっていうことなので、まあ金曜日あたりですかね、このだから15、4、13日ですか、9月13日には、次のイベントとかも発表されてるはずなんです。詳細まで明らかになってるはずなんですね。何かしら絶対来ますと、16日の朝10時から。まあ何が来るかなっていう話ですよね。レンチャンコラボなのか、それとも自社イベなのかって感じですね。まあなんとも言えない季節系のイベントはとりあえず9月はないので、まああっても10月の後半にハロウィンが来るよっていうだけなので、9月は何もないんですね。今自社イベで言うと星を紡ぐ精霊と竜冠詞竜啓詞あたりがちょっと僕は怪しいかなっていうのは睨んでてですね。っていうのもまず星を紡ぐ精霊、ちょっと星を紡ぐ精霊はね逆に低いかもしれないんですけど、あれ春にやった方がいいと思うイベントなんで、あれ4月から来てないんですよ去年の。でまあ春あたり夏入る前ぐらいに来るかなって思って待ってたんですけど来ない来ないのと、闇の花のキャラクターね、あのロザリンとかがヒデいるじゃないですか、あれの闇バージョンがパズドラのゴールドでしたっけ、なんかスイッチかなんかのゲームで出てきてるんですね。っていうのもあるので、もうすでに新キャラは決まってるはずなんですね、次出すキャラが。だからいつ来てもおかしくないなとは思ってはいるんですが、まあ現状来ないよと。ここで来るのか、まだまだ来ないのかって感じですけど、まあまあまあ、しばらく来てないので、まあ怪しい線ではあると。で、竜啓詞、竜冠詞の話をすると、黒飛びの話ですね。今回黒飛び猫が登場しましたと。まあ明らかに相性として合わせるなら黒飛びがいい、本家黒飛びがいいよねっていうのがあるんですね。で、そうなってきた時に、本家黒飛びがちょっとさすがに1年前の性能なので、ここで一旦強化して、環境に合わせてくる。で、黒飛び猫は取っとけばよかったなって、ユーザーを後悔させる。っていう手法。まあ、それ、そんな異常なことしてくるかわかんないですけど、ただ、竜啓詞、竜冠詞が去年の7月の10日だったか、それぐらいなんですよ。なんで、まあ1年も空いちゃってるんですね、来てから、黒飛び自体開幕からね。なので、まあここいらで、復刻全然あると思うんですよ。でまあ明らかに黒飛びと相性のいいキャラも出てきたということでね、まあ黒飛び本人じゃ本人ですけど、
なので、まあ本家の黒飛びもここで強化するのが、まあちょっと環境的にも綺麗というか使いやすくなるのかなみたいな感じでですね。なんでそのどっちかが自社イベならあるかなと思ったりはしてますね。まあ自社イベなんでね、逆にじゃあそれ引くべきかって言ったらそんなに引くべきでもない。それと比較しても多分モンハンの方が引いた方がいいんじゃねって思うんですけどね。まあまだそんな何も開催されてないんで、情報も明らかになってないんで、なんとも言えないんですけど、うん。まあ、自社イベもそこまでね、新規じゃない限りはって感じなんでね、酒イベみたいにね、新規で来ましたは引いた方がいいんですけど、復刻に関しては、そんなにどうしても引くわけじゃないかなっていうのはありますんでね。新規コラボが来た時が一番やばいですね、この後ね。それが一番怖いです、ちなみに。自社イベだったら正直どうでもいい感はあります。コラボも、ちょっと連チャン全然あると思うんですよ。一回復刻でモンハンで挟んで、で、また、あ、でもあれは9月だからあれか。大阪で公式放送やるって言ったけど、あれは9月20、21ぐらいだと思うので、まあもうちょっと後の話か。仮にコラボが来るとしたら、まあ新規なんじゃないかなって思うんですね。新協調がソロボチ来ると思うんです。まあ新協調か裏極悪かわかんないですけどね。新協調のタイミングに合わせて、何かしらのコラボが来ると思ってて、だいたいそんな感じじゃないですか。称号チャレンジと新規コラボが一緒に来るよみたいな流れ的にそういうの多いと思うんですよね。まあ万寿もそうだったし千寿もそうだったしねっていうのはあるので、新協調のタイミングが、まあソロボチも新万寿から1ヶ月ほど経過するんですかね。なのでまあ1ヶ月に1回ぐらいのペースで来てるような感じがするんで、新協調が来たタイミングで、まあおそらく闇属性が強いコラボが来る、影実ではみたいな影実なのではみたいなね感じがするんですよね。はい、まあ、僕のあくまでこれは推測ですけどね。はいって感じですね、まあ、もちろんその他のねリゼロが来るとかフリーレンが来るとか怪獣8号は分かんないけどとかね、いろいろまあ作品はあるんで、まあここでコラボ予想してもしょうがないんですけどね。ですが、まあ、新協調もソロボチ来るし、まあ、新規コラボも怪しいし、まあ、黒飛び戦もちょっと1年経ってるから怖いよねっていうのもあるので、まあ何が来るか分かんないですけど、とりあえずゴッドベスト引くんだったとしても、一旦金曜あたりまで待とうねと。9月13日ですね。でモンハンコラボとどっち引こうか迷ってる方はモンハンコラボを僕はおすすめしますよという話をしておきます。はい、という感じですかね。まあ、クエスト、今回9月入ってるんでね、そこでクリアした方は石とかもそこで回収できてるかもしれないんでね。まあ、ゴッドフェスもね、開催されるので、ちょっと引きたくなる気持ちはあると思うんですけど、まあ、誰にしもに言えるのは、一旦ステイですね。一旦ステイして考えましょうねって感じですかね。はい。まあ、終わり間際までちょっと待ってみましょう。ゴッドフェスモンハンコラボあたり。って感じですね。次のイベントが発表されてから待つって感じでいいとは思いますが、引くんだったらモンハンコラボが優先です。ゴッドウェスは基本的にスルーした方がいいと思いますって感じでした。ということでね、少しでも参考になりましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。